はい、皆さんどうもこんにちは。ルアーチャンネル、ルアーちゃんです。いや寒いっすね。今からアジングに向かっているんですが、まあとね、その向かっている最中にですよ、浮きながらなんですけど、聞かれたことに対して答えていきたいなと思います。わあ、もうほら草とかもさ、もう本当にもう真冬って感じやん。まあいいや、はいじゃあちょっとね、答えていきたいと思います。それは何かといえば、これね、ワームカラーについてね、ちょっとね聞かれたので、まあ僕なりの見解ですね。アジングをやり込んでいて、まあ分かったこととか、まあこうだったよっていうのをちょっとね答えていきたいと思います。あくまでも僕なりの一個人の意見として捉えてもらえたらなと思います。これがだから正解だ、それは違うとかで、ね、思わないでくださいね。正解がないのが釣りなのでね、はい、いろんな意見はあると思います。で、アジングをやればやり込むだけ分かってきたことっていうのもやっぱりあるんですよ。で、それはどういうことかといえば、まあそのワームカラーについてのことなんですけど、アジングやっててワームカラーなんてそんな関係ないでしょと、ね、釣れる時は釣れるでしょと言われる方もいると思うんですよ。実際に、視聴者さんとお会いしてそういう話題になったこともあるんですよ。で、これなんですけど、僕ね、去年の夏ぐらいに実は試してるんですよ。っていうのは、僕もね気になったんで、試したことなんですけど、アジが数百匹もっといたかな、もうすごい、とにかくすごいんですよね。アジの群れの中に潜ってみて、ワームいろんなのを落としてみたんですよ。すると面白いことが分かったんですよ。で、あ、これは擦れてるんじゃないんだなというのが分かったので、ちょっと答えたいなと思います。それはどういうことをやってみたかと言ったら、そのアジの群れの中にワームを落としてみたんですね。そうすると、まあ、100匹いるとするじゃないですか。もっと実際にはいるんですけどね、まあ、100匹としましょう。100匹いた中で、例えばこのオレンジ色落とすと、そのうちの30匹ぐらいはね、ブワーッと群れによってクンクンフォ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 ン当たってくるんですよ。でも後の70匹はもうガン無視なんですよ。で、次はじゃあ違う色に変えてみようということで、違う色に変えるじゃないですか。そうすると100匹いるうちの10匹だけがコン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 当たってくるわけですよ。でも90匹はガン無視なわけですよ。で、次のカラーにしてみようということで、次のカラーにするじゃないですか。そうするとまたね、20匹ぐらいが当たってきて、あとの80匹はガン無視なんですよ。で、それが同じアジが当たっているのかとか、そういうことっていうのはちょっと分かんなかったんだけど、なんかね、カラーで釣れるというよりは個体差によるのかなというようなイメージを受けました。僕実際にこれはね、ずーっと僕もアジング長いことやっている上で疑問に思ってたので、ちょっとやってみたいなと思ってやったことなんですけど、本当に個体差によるのかなと思いました。だから、ワームカラーで釣れるというよりは、その、なんて言うんだろうな、こう、アジのその群れの、個体差で、こう、反応するアジが違ってくるのか。だから、例えば同じところで釣りをやっていて、こう、ワーム投げるじゃないですか。そうすると、赤色のワームとかを投げますよね。そうすると、それに反応するのが3匹しかいないとしましょう。そしたらその3匹を釣ってしまったら残りのアジは反応しないわけですよね。そうすると僕らアングラーとしては、あ、釣れたから釣れない、次のワームにしようってなるじゃないですか。だからそこで釣れたと感じてしまうことがあるんですが、実際には3匹しか反応しないアジを釣ってしまっているだけで、そうだからそれが釣れたと感じてしまうのかなといったような感じも受けました。だからやっぱりそのなんというかな、これは誰もね、そのアジの目になったことなんてないじゃないですか。それなりの研究であったりとか憶測で喋るしかないじゃないですか、アングラー側からしてもね。なので
答えがないから、まあ面白いでは面白いんだけど、そこが、はい、まあそんなような、だから感じかなと僕は思いました。考え方ですよね。ワームのカラーですれたと考えるか、個体差って考えるかの違いかなと思います。で、僕はどちらかといえばもうずっとアジングばかりをして、もう子供の頃からずっとこんなことやってるんでね、暇があったら研究してるんですよ、アジの。どう釣るかじゃなくて魚の研究をしていることが多くて、で魚の研究をするじゃないですか。で、まあ、学生時代もなんだろう、テスト勉強とかほとんどせずにこんなことばっかりしてたりとか、魚の論文書いてみたりとか、まあ、いろんなことをやってたわけですよ。そうするとある程度はね分かってくるんですよ、魚の習性がね。なんかね、だから昔からアジングやっててカラーで釣れたというよりは、そのなんて言うんだろう、その群れですよね。例えば回遊してきている群れが、その群れに対してこの色に反応するアジの引き数のような感じがします。はい。なので僕よくそのね、視聴者さんとお話しするときにでも、カラーで釣れたというよりは個体差じゃないですかねっていうことが多いんですよ。そう、まあ答えがないからね、面白いんだと思うんだけど、これ答えがあったらさ、多分つまらないじゃないですか、魚釣りって。例えばさ、まあ、国民的なゲーム、誰もがやったことあるゲームだと思うんですけど、ドラクエとかあるじゃないですか。ああいうのでもさ、レベルをマックスにして例えばゴールをするじゃないですか、ボス倒してね。そうするとさ、やっぱつまんないですよね、正解がもう出せてしまうと。で、これアジングとかこういうさ魚釣りって正解がないじゃないですかね。何が正解かがわからないので、多分飽きずにずーっとやっている、やれているんだと思うんだけど、多分ね、これがもう正解を勝てたら僕もね飽きて、こんなに多分ね魚釣りハマってなかったかもしれないしね。はい。まあだからそんなような感じかなと僕は思います。これもね本当に考え方によるので、これはあくまで僕の一考えとして、捉えてもらえたらなと思います。もちろんね、カラーがね関係ない時とかも多いと思うんだけどね、本当にアジがいたら食ったりとか、もう潮の流れとかね、そういったことでエル釣れないとか大きく変わってくることもあるんだけど、カラーが大切なことっていうのも多分僕はあると思うので、釣れるときは釣れるでしょう。まあ確かにアジの量が多いときは釣れるときは何やっても釣れるんですよね。ただその他の人よりも超過を出すために、カラーを変えていくっていうだけであって、まあだからどうなんでしょうね。ここもまあそんな感じで僕は答えていることが多いです。はい。ってことで今回はカラーについてちょっとね聞かれたので、もう釣り場なのでね、はい、釣りやっていきたいと思います。
かかった？ゴンって？でか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 、やばい。でか、尺あるわ。これは尺ある。